ゲストの行天トークも、モグライダーともしげは、アルバイト先での体験を回想。仲良くなった外国人女性から彼女がいるのかを聞かれたという、ともしげが、僕のこと好きなのかなと期待して理由を尋ねると、その女性からまさかの提案が。一同も、ええと驚いた衝撃のお願いとは。大谷良平は、映画の撮影で京都に滞在中の失敗談を、 キャストと夜中の2時まで飲み、宿泊していたマンスリーマンションへ、入り口に行ったらカードキーがなくて、マンションに入れず、朝まで宿泊先を探すことになった一夜を振り返る。女芸人ナンバーワン決定戦座 W で優勝、大注目の紅生姜が番組初登場。 中井正宏から反響を聞かれた熊本プロレスは浜崎あゆみさんがインスタのストーリーに上げてくれてと浜崎から祝福を受けたことを自慢。さらに、浜崎の楽曲の PV への出演など意外な交流を語る。一方、恋愛リアリティショーにどうしても出たいという稲田美希は応募してるんですけどと告白。実際に応募した時の写真を公開する。 アンミカに40年前のミスコンの応募の写真やはと突っ込まれた本気の一枚にスタジオ爆笑。初登場ながら初めてなんですけど、初めてじゃないんですと語るゆうちゃみ。なんと約4年前に再現 VTR に出演していたと言い,い、当時の映像を公開。初めて演技に挑戦し、主人公の女子高校生を熱演する姿は必見。 また、カバンとかお財布の中身を整理整頓するのが苦手なため、カバンからあるものが大量に出てくると語るゆうちゃみに、ドン引きの中井から痛恨の一撃が。